摂派は中国秋代の画派である。対進を外する職業画家で構成される。対進が石膏省公衆出身なので、摂派と呼ばれた。後には南京、海風、福建省関東省の画家も参加している。ただ、画派としては、思想関係が希薄で、構成に美術史的観点からグループ分けされた集団である。摂派という名称自体は、 民末の陶器商の画前室随室に始まるので、雪波の画家が活動していた時代には、雪派という名称はない。活躍場所は、北京と石膏省、南京、海風など幅広い。共通する画法上の特色としては、筆木は素法であり、射精よりも典型のフォルムや、墨面と余白の対比。 立道館などを強調することを目指し、石膏地方の伝統的水墨画法がその基盤をなしている。主として、山水画に基づく概念であるが、山水人物画、人物画、花長画、動物画などにも適用することが多い。花長画としては、林陵や大はじめの水墨画が挙げられる。その演言は、南宋画院画家の馬園、夏慶にあり、元時代の理学派にも影響を受けている。 そのため、後世に雪派の作品をサインなどを変造して、馬演、夏イなどのより古い時代の有名画家の作品にしてしまうこともあった。有名な画家としては、前期には戦徳外院に招かれ、失脚した、対進む、南京で活躍した後位、日本人のために描いた絵も残っている王、学、また、外院画家、芸ただし、対進むので子である夏、後期では、 海風出身の長寺、小綾、小隆史、帝文林をはじめ、長福美などを輩出した。後期の画家に対して、16世紀後期以降の文人批評家が、京大横島学と誹謗したので、評価は低かったが、近年再評価されている。雪派の絵画は、日本の室町時代の水墨画や、李氏朝鮮の絵画にも影響を与えている。17世紀の画家、ラガキラは、 石膏省仙洞の出身のために節派の、殿のとされているが、画風的には、ほとんど関係がない。節派は16世紀中央にはほとんど、消滅してしまったとみなされている。世界美術商事典エビー追求節派サイト、年代は、古旧文物月刊305期による、ハットエビーケイヒル。ありがとうございます。